ブラジルの政党では、南米のブラジル連邦共和国における政党について、説明する。1937年11月、当時の大統領であったジェトリオ・バルガスによる、クーデターで誕生したエスタードの応の下で、既存政党はすべて解体されていた。しかし、第二次世界大戦直後の1945年、民主主義復活を要求する声に押され、 バルガス大統領が選挙の実施を表明して、以降、様々な政党が結成された。まず、バルガス反対派として、国民民主同盟が復活、次に、政府与党として、社会民主党と、ブラジル労働党が作られ、これ以外に、地方色の強い幾多の少数政党が結成された。しかし、1964年3月の、 軍事クーデターで発足した軍事政権化、既存政党は、軍人出身の大統領であるカステロ、ブランコ政権が1965年10月27日に発した軍政令第2号によって強制的に再編され、与党として国家革新同盟が体制内野党としてブラジル民主運動のみが存在した。しかし、 軍事政権の後半期になると政府主導による段階的な政治の自由化民衆側からの民主化運動の高まりで民主的な政治制度が整備された。そして1979年3月に大統領に就任したフィゲーレードの下で制定された政党法改正による政党結成自由化の結果これまでの ARENA と MDB による形式的な二大政党制から 複数政党制への移行が実現された。政党法の改正で、軍政時代の形式的に大政党制が解体され、ARENA と MDB は政治家個人の思惑や政治的立場によって分裂し、新たな政党が作られ、離合集散を繰り返した。また、これらの既存政治勢力とは全く関係がない、新たな政治勢力として、 労働運動に基盤を持つ労働者等が発足した。2014年5月現在、選挙最高裁判所に登録されている政党の数は32に上り、内連邦会員に議席を有する政党は22、政党である。議会における単独過半数を有する政党が存在しないため、複数の政党による連立政権が不可避となっている。また、 政党の支持基盤や政治理念から各政党を比較した場合、労働運動を基盤として発足した PT や共産主義運動を起源とするピークド部等を別として違いがあまり明確ではなく、有力政治家のもとに結集する名簿化政党や幹部政党の色彩が強いものとなっている。選挙最高裁判所に登録されている政党について紹介する。なお、政党の結成は、 市民110名以上が署名した政治綱領と規定を選挙最高裁判所に仮登録した後に1年以内に党大会を実施することと最低九州での5分の1のムニシピオにおける役員の選出、州及び連邦レベルで執行部を選出することで正式に政党登録される。出典選挙最高裁判所のパーティドウスパリティコス、レジストレドウスノーシー 2012年8月11日へ閲覧。ブラジル連邦会員ホームページ、リーデランコスイーバンクダス。2010年9月28日へ閲覧。ありがとうございます。